はい、商業図10分切れ分けやっていきたいと思います。今回もきょうちゃんとさせていきます。はい、まあ同じ日撮ってるのでね まあ上がってる頃は違う日でしょうけど、お前が先手だ。撮影はまあ大体こういうのって同対じ局なんです剣よ士。ね。あ、今度は先手番だ。お願いします。袖飛車。袖くん、これちょっと対策考えないとだな、ここ。まあ別に対策も持ってきたわけではないんで。結局これじゃ後手番になってる気がする。手損してるな。さっきと同じ進行になりそうですね。なるほど、これが対策なのか。なるほどね。なるほど。なるほど。どうしよう。いやー、なるほどな。いや、なるほどなんですか。まあ、要はこの角がいるから、動けないから、この角倒しちゃえばいいんですよね。要は。と思ったけど。思ったけ左ど美濃。も。いや、ここら辺に手数使ってる間にちょっと、こっちだけ進展しちゃいましょうみたいなことをやりますか。いや、これ金こっちに上がるの間違いかな。銀冠。で、ここで、ああ、でも銀上がると歩突かれて引く感じになった。まあいいや。 銀冠アアナナググマ。マ。でもこれ多分流暢にして、普通にこんなことしてると負けちゃうんですよ。 だからね、これ銀組まれて後継に組まれちゃうと負けちゃうので、何かね、ことを起こさないといけなくて。起こさないといけないんだけど、自分から交換する手も、なんか 良くなさそう。 難しいもんですよ、将棋というものは。で、まあ、相手の方に交換してほしかったんですよ。金を引きつけたかったという。行ってこい。ガン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 。銀なのか角なのか。書くかな。銀か。角だとなんか飛車合わせられて、角飛車交換になりそうだったので。位置はいいですね。ここに結構角を置けると、振り飛車は結構なんか苦しいイメージがあります。ここは単純に足す。
単純に、厳しい手が来ましたね。飛車取りに行くべきだったのかな、わかんないですけど。銀取り無視、この金打った瞬間が何でもないんで、いやーちょっとわかんない。まあ単になりますね。その時どうするか。まあこのラインに聞かせてきたんだけど、まあ仕方ないか。桂馬を取ってる余裕はあるのか。でこの馬は、先ほど同様あの受けに引かせていく。先ほど攻防に効いてたんですけど今攻撃には効いてない。まあ受けですね。まあ次歩垂らしていく狙いがあります。なのでやっぱ駒の利きを考え、まあ負けてるやつがというところもあるけれど駒の利きをね、なんか考えていくといいのかなとは思いますが、ちょっと一風変わった手がね飛んできますね。で結構時間使わされて苦しいことになっているわけなんですけど、なので位置をずらされたってわけですね。5分。どっちが早いか話になってきました。ただ穴熊が遠いっていうメリットを生かしながら、戦いたいんですけど、この馬も効いてるんですね、よく。本来なるほど。今なんだと思って、ちょっとよくわかんなかった。ちょっとなんかチャンス逃した感があるぞ、今。飛び道具がないんで。いやーちょっとチャンスを逃しましたね、今。おそらくですけどね。おそらくチャンス逃した感が。おそらく本当にチャンスを逃したな。多分、飛び道具がないので。
でもその駒欲しい。桂馬欲しい。桂馬が欲しいけどちょっと危うい。いやー実況って難しいですね。危ういぞこれ。ああさっきも勝ちだと思ったんだけどな。3分。ああなんかこれもなってますね。ああ、2分30秒。でかもしれないな。同金だったか。これ多分負けてる気がする。詰まさないといけないぐらいになりそうな気がするけど。多分駒が足りない。いやーちょっとチャンスを逃しましたね。そうか。いやーなるほどですね。なんかここで歩が待ち構えてるのでちょいダメそう。こっちは詰んでますね。なので2分。いや詰みですねこっちも。上がったら金ですね。やまいりました。やまいりました。いやーありがとうございました。そうか。いやまあこれはただの手損をしました。よくはないとは思ってましたが、ここら辺は、この飛車打ちが結構いい手で、結構この瞬間が難しい。いや、まあ、ここまで行けば、って感じなんですけど、ここで取っちゃったのがダメだったかもしれない。多分、金打って、形決めてから取るぐらいでも良かったですね。普通こっちですか？ここまで形決めますね。で、ここも、なんか、普通によくわかんないから取っちゃいましたけど、7一の銀が浮いてるので、なんか、こういうことして、まあこの飛車と差し違えるのもどうかと思うけど、こうしておいての方が
飛び道具というか、まあ、飛車が入るので、多分受けたとしても、なんか飛車を打てるような展開になるんで、うん、こっちの方が良かった可能性はあります。ただ、もっと先に金決めておけよということでしたね。で、ここら辺からもうおかしくなってしまったので、もはや受けじゃない、受けられない受けになっているので、うん、ちょっとここら辺はもうなんかダメにしてしまったなという。あそこでチャンスを逃してしまったのが、大きかったですね。はい、ここで金を打たなきゃダメでしたね。おそらくそうですね。多分決めておけば、駒を取られていないので、金しかないので攻め駒が相手の方ないですし、まあ自分は、まあこの馬をシャットしながら、この玉に迫れば、まあいわゆるなんて言うんでしょう、桂と銀があればいいので、まあ桂馬を拾えればというとこですね。まあそもそも端歩でも十分で、これでまあ勝ちになっていますかもしれない、ね、いますね。まあ狙いとしてこういう手とか刺していけばいいので、普通はこうですね。なんで形決めなかったのかわかんないですけど、はい、皆さんはこういう手を指した方がいいかなと思います。反面教師として。はい、ではでは、ここら辺で応援したいと思います。もしよかったらチャンネル登録、高評価、あと概要欄に、リンクがいろいろありますので、見ていただけたら幸いです。ではでは、バイバーイ。